速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。始めんじゃねえ。ザックス。ザックス、集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。はい、
敵に後ろを見せるとはよほどの自信家か愚か者だ。あ、どうして。くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。バカな。さすがアンジール。訓練中止。なんで。マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザックス。夢を持て。ああ。英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。うん。ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。
全然。うん。我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにする。って、ウータへ？ああ。この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール大好きなアンジロマッカ。俺に恥をかかせるなよ。はっ。準備が整い次第すぐに出発だ。Thank you.
私も現場に同行する。期待しているよ。はっ！ところで、君の夢は、ファーストになる、かな？いや、英雄になることです。そうか。叶いそうにない、いい夢だ。で、もしもし？バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に実をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。まもなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して、で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。
まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。Complete resolve.
click resolve.
ロジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ラザード統括見てるか急げ俺は急いでるんだって。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それより、その剣欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュCombat mode.
気を出せ。これならどうだ。でありゃ。どっしゃ。Conflict resolved。太平じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。脱走したソルジャークラスファースト、同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー、人間のコピー。アンジールはどこだ。ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。あ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。
セカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タークスのツォンだ。これ、なんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。
よろしくな。単なる調査だろ、楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。
モード。 ジェネシスコピー。その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ？ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。 ソルジャーとモンスターは同じかよ。